おはようございます。それじゃあ、定例の会見行いたいと思います。私から冒頭1点、総務省が住民基本台帳に基づく人口移動状況、毎年発表しておりますけれども、2014年、東京圏への転入超過、これが3年連続で増えておりまして、11万人に達するということで、東京一極集中が加速しているという現状でございます。名古屋県、大阪県、これは2年連続で転入が転出が転入を上回っており、全国で40道府県で転出超過という状況になっております。で、昨年の12月閣議でですね、人口減少対策の5カ年計画で、人町仕事創生総合戦略を策定いたしまして、2020年までに東京圏の転入転出を均衡させるという目標を掲げているわけでございます。3年連続で増加をして、11万人に上ると、東京一極集中が加速しているという状況を、これやはり転換をして、着実にこの総合戦略を進めていかなければいけないと、このように思っております。公明党としてもですね、明日全国代表協議会を開催をいたしますので、公明党の地方議員のネットワークを活用してですね、この総合戦略の中に定められておりますさまざまな支援事業、これをしっかりと進めていきたいと、例えば地域仕事支援事業とかですね、あるいは都市農村交流事業とか、さらには奨学金を活用した大学生等の地方定住促進事業とかですね、こういう具体的なメニューをですね、着実に進めて、この東京一極集中の加速を転換をしてですね、地方に人口が着するように、定住するような対策をしっかり党としても取り組んでいきたいと、明日の全国代表協でもこのことについて協議をして、党全体としてしっかり取り組んでいきたいと、こう思っております。私から以上です。どうぞ。朝日新聞の池尻です。今週末に先ほどもおっしゃられた代表者会議がありますけれども、統一選に向けてこれから本格化すると思うのですが、先の衆院選ではですね、公明党は4議席増でですね、勝ったわけですけれども、統一選に関しては山口代表もですね、中央幹事会なので、非常に危機感があるということをおっしゃられているのですが、改めて申し訳ないんですけれども、統一選で公明党としてはですね、現状どのように捉えられているのか、衆院選でもですね、共産党がですね、議席を伸ばすのがありまして、どのようなことが懸念として、課題として上がっているのか、教えてください。はい。統一地方選挙、前半が4月の12日、後半が4月26日投票で行われます。党としては公認作業を進めてまいりまして、ほぼ予定の公認作業を今、終えつつあるというのが現状でございます。明日全国代表協開催をいたしまして、統一地方選挙に向けて本格的なスタートしたいと、また11日には代表全国遊説第一声を川崎市で行うという予定にもなっておりますし、重点政策についても発表したいと、こう思っております。で、衆議院選挙の勢いというものをこの統一地方選挙につなげて、ぜひ干渉したいと、全員当選を目指したいというふうに思っております。どうしても県会政令市前半は定数がいわゆる2とか3とか、地域が選挙区が非常に多いものですから、もともと厳しい選挙区をこれまで勝ち抜いてきているということもあって、その厳しさというのは全く変わっていないと、衆議院選挙の勢いをなんとか
勝利につなげていきたいというふうにこちらとしては考えています。で、まあ、全体的な傾向としてはですね、まあ、やはり自民党の支持が非常に高いということもありますし、まあ、民主党が復調しつつあるということもありますし、まあ、この衆議院選挙からですね、共産党の支持率も上がってきているというような状況の中で、私どもとしては特に、まあ、地方選挙というのはやっぱり地域における実績とかですね、またそういうこれから特にこの都庁選挙は地方創生ということが非常に大きなテーマになっておりまして、やはりそれぞれの地域の将来像というものをどう描くか、人間代表制の下でやはり地方議員にもそういう構想力というのは私は求められているのではないかと、まあ、そういう点公明党はですね、まあ、国会地方議会このネットワークを通じて、国政にもきちっと通じてますし、また国の政策が地域の中でどう具体化されていくかという点についてもですね、やはり公明党ならではの役割というのが非常にあるんじゃないかと、まあ、そういうことをしっかり訴えて、いきたいというふうに思っています。もう一点すみません、はい、ちょっと話が変わるんですけれども、憲法改正に絡んでる話なんですが、まあ、安倍総理と、まあ、船澤さんがですね、官邸の話をされて、まあ、早ければ参院選、来年夏の参院選後に、まあ、初めての発議をしたいというような話をしたということなんですけれども、仮にですね、来年夏の参院選で与党で3分の2を確保した場合、まあ、改憲派とされる、グループで3分の2を取った場合、憲法改正の機運はもう熟しているとお考えでしょうか。国民投票法の改正が、投票法の改正が成立をしてですね、いつでもまあ住民投票にかけられる、まあ、そういう体制は整っているわけで、まあ、私どもは従来から可憲ということを申し上げてきておりますけれども、まあ、これからやはり国会の衆参 の、 憲法審査会でやっぱりしっかりと議論をすると、で、まあ、そういう中で国会におけるコンセンサスを作っていくということが、私は、まあ、国民的なコンセンサスを作る上で非常に重要だというふうに思っております。これは、まあ、与党とか野党とかということではなくて、やはり国会における、憲法審査会における議論というものをしっかりやると、まあ、そういう中で、合意が形成されてくればですね、発議ということもあり得るのではないかというふうに思っています。特に期間を定めてどうかということは私は、まあ、今全く考えてはおりませんけれども、まあ、我々の、まあ、可憲という考え方、というのは、まあ、かなり幅広くですね、理解されつつあるんじゃないかというふうには思っています。はい、読売新聞の杉本です。昨日参議院の予算委員会で安倍総理が自衛隊の後方支援について公費法、特措じゃなくて公費法で検討しているというふうに明言されているんですけれども、まずその後方支援公費法でやるということについてご説明と、まあ、これから与党協議が始まると思うんですけど、公明党としてはどういうふうにお考えで、どうか。私どもとしてはですね、まあ、これまで、特措法で、自衛隊の海外派遣ということについてはですね、特措法でやってきました。まあ、なぜ特措法でやったかということもやはりしっかりと総括をした上でですね、やはり国民的な理解とか、それからまあ事案によって、相当ケースが違うということもあって、まあ、特措法という形でこれまでやってきましたので、まあ、そのこともしっかりと踏まえた上でですね、今後、まあ、どうするのか、そこは、まあ、与党でしっかりと協議をしていきたいというふうに思っています。現段階であくまでも特措法で対応して、これまでそういう特措法で対応してきたという事実があるわけで、まあ、そのことをやっぱりきちっとなぜ特措法でやってきたのかということはやはりきちっとですね、踏まえた上で
まあ、今後どうするかということをやっぱり検討すべきだというふうに思っています。そうしますと、法としましては、特措法でやるということのスタンスというのは、これは。いや、全くそこはですね、去年の閣議決定に基づいて、安保法制、切れ目のない安保法制というものを、まあ、制定するということになってますから、これまでの考えは、我々はそうだったし、それについて今、すぐにどうかという結論を出しているわけではありませんけれども、やはり慎重な議論というものが必要だろうというふうに思っております。はい、先ほど加減のお話がございましたけれども、党としましてはどういったことを加えていきたいというふうに思います。これはこれから党内でまあしっかり議論していかなければいけないと思いますけれども、まあ、例えばこれまで環境権とかですね、あるいは地方自治とかですね、ようなことについて、まあ、加減の対象として議論をしてきましたし、まあ、そういったことについて引き続きですね、しっかり議論していきたいと思っています。はい、農協改革なんですけれども、自民党の方はこの議論、水面下でもかなり進めていて、で JA は JA で、きのう、各地場面が開催されておられますけれども、その2月上旬というです、ね、一定 の, その目標みたいなものがあった、ある中で、与党間で改めて4人合意を決定されておられるかなと。まあ、よく今はですね、それぞれ自民党とも連携を取りながら、また JA とも連携を取りながらですね、党内で議論を進めております。まあ、従来から申し上げてますように、まあ、やはり地域における JA が果たしてきた役割、また農業に果たしてきた役割というものをやはりきちっと踏まえてですね、まあ、そういう農業や地域の活性化に、まあ、資するような改革でなければいけないという基本的な考え方、変わっておりませんの で, でそれをまあ具体的にどういうふうにしていくか、それぞれJA とも今、連携を取ってますし、自民党とも連携を取っております、まあ、一定の方向性が出てくればですね、正式に与党協議という形で最終的にまとまればいいというふうに考えています。まあ、この国会で法改正するということにしてますから、まあ、まあ、特にいついつまでというふうには考えていませんけれども、まあ、協議の議が熟してくればですね、まあ、おのずと方向性が出てくるんじゃないかというふうに思っています。そうしますと、与党協議に入るタイミングと、与党協議で折り合えるタイミング、いついつまでに折り合うのかということについては、例えばその12日にその総理の施政方針演説には特に間に合わなくても、その先であっても構わないというお考えでしょうか。特に私どもは、それが期限だというふうには聞いておりません。とですね、まあ、JA、まあ、政府と中で、まあ、協議中だと思うんですけど、その特に監査については、今の監査権限を切り離してです、ね、新しい監査をしますと、うん、また準組合員制度については、まあ、制限しない、まあ、そういう案が出ていますけど、こういったものについて、どういうふうに今、まあ、監査についてはです、ね、これまで農業監査が果たしてきた役割、これは会計監査のみならずです、ね、業務監査も含めて、
果たしてきた役割というものが引き続き発揮できるような仕組みが私はいいというふうに思っております。で、まあ、携帯どうするかということは、まあ、これからの議論ですけれども、ね、また院外じゃなくて準組合についてはですね、やっぱり農協が地域で果たしている役割、まあ、これから地方創生ということも含めてですね、その役割は極めて私はまあ大きいんではないかと、まあ、そういう観点から準組合の扱いについては決めていくべきだというふうに思っています。関連なんですが、関係者の名前、JA 社団法人化については幹事長はどういうふうに評価をしたいと思いますか。法人形態どうするかというのは私はまあこれからの議論だというふうに思っています。先ほど言いましたように、今までの農協監査というものがきちっと引き続き役割が発揮できるようにするということが中心ですので、まあ、そういうことを踏まえて、やると。はい、じゃあよろしくお願いします。